こんにちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。今日は友達がね、沖縄に遊びに来てるんですけど、今からホテルでちょっとご飯を食べたいと思います。でね、もうスーパーでさ、お酒とかご飯とかを買ってきたんだけど、そう、今日はね、ここまだルームツアーしてないんだけど、今日のつまみはこんな感じです。今ね、泰造が、はい、ありがとう、サラダも持ってきてくれた。はい、あとは生ハム巻きだね。こんな感じでお部屋からさ、景色がすごくいいんで、ちょっとだけ景色を映しましょう。ちょうどね、7時半だからサンセットの時間なんだけど、こっからはちょっと見れないので。ねえ、うん、雲がさ、いい感じだよね、うん、こんな感じね。ぐるっと、もうちょっと焼けてるの見える。あ、すごい、いいじゃん、見える、ね、うん、綺麗だね、今日。そうだね、そう、対岸がさ、アメリカンビレッジになってて、ここがね、夜またライトアップされてね、感じなんですよ。今日のお部屋はこんな感じで、ベッドがね、2つあってツインのお部屋になってます。で、椅子とテーブルがあって、こっちには乾燥機と洗濯機、冷蔵庫とかもついてます。これね、ちょっと残骸でね、ここがね、お風呂なんだけど、じゃーん、こんな感じでジャグジー付きのお風呂でビューが見えるようになってます。ちょっと空がめちゃくちゃ綺麗に焼けてきたので映したいと思います。じゃーん、ピンクだよ、綺麗。なかなかこんだけ焼けないからね。いい感じです。ね、かわいい、こっちの空。そんな感じで今日はここで晩酌したいと思います。ではでは、あ、そうだ、こっちだ。乾杯。久々に泰造とお酒を飲んでいっぱい語りました。イエーイ、ちょっとこの後はお風呂に入ったりゆっくりしたいと思います。明日はね、また海に行ったりいろいろ出かける予定なので、それも YouTube にアップしていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。また明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。泰造、映していい？はい。じゃあねー。おやすみ。おやすみ。